ティラノサウルスレックスの骨格標本竜番類は恐竜の二つのグループの一つ。もう一つのグループ長番類とは骨盤の恥骨の向きによって区別される。一般に輪廻式の分類では目のランクとして扱われる。竜番類はさらにティラノサウルス等を含む獣脚類とディプロドクス等を含む竜脚系類に分かれる。ジュラキ、白亜紀に反映した。 恐竜類は白亜紀大絶滅により絶滅した。しかし、竜番類の中の獣脚類に含まれるある種が進化し、翼を持ち発展したものが蝶類となり、現在も繁栄している。竜番類の骨盤、角左側が前方。イリアム腸骨、エスキーム座骨、プビスチ骨骨盤の向きは、竜番類が前向き、蝶番類は後ろ向きが基本。 竜番類の地骨の向きは、祖先の状態と同じでありこれだけを特徴としては、分類群を定義できないため、現在では、頭骨や手の細かい特徴で定義されている。恐竜類は、以前別々の相場類を祖先とする竜番類と、長番類を人為的に合わせたグループとみなされていたが、現在では、竜番類と長番類のみが共有する祖先を持つ、自然の体系であることが示されつつある。 流番類は極めて初期段階で動物食傾向の強い獣脚類の祖先と植物食傾向の強い流脚形類の祖先に分岐していったと思われる。この両者の系統は恐竜時代の早い段階からその週末まで多様な種を生み出し繁栄を続けた。全世界の大陸に生息していたことが確認されている。読売新聞2011年2月5日22時8分。 配信、ありがとうございます。